新年明けましておめでとうございます。創作力チャンネルは1周年を迎えることができました。今年も皆さんに見て楽しんでいただける動画、参考にしていただける動画をどんどん作っていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。で、まあ、今年1回目の動画なんですけれど、まあ、タイトルにある通り修理動画になるんですけれども、昨年の12月の上旬に、オープンしたあるリサイクルショップでちょっと見つけてきたものなんですけれど、まあ、あえてお店の名前は出しませんけれども、まあ、中古品激安店ということで、まあ、期間限定とあるので、まあ、ずっとそのお店がずっと出てるわけじゃなくて、まあまあ、短い期間で、お店閉まっちゃうのかなとは思いますけれども、そのお店でちょっと見つけてきたものになります。それがこちら、はい、東芝のビデオディスクプレイヤー VDP881 という型番の、製品なんですけれども、こちら、まあ、名前が指す通りディスクビデオディスクのプレイヤーなんですけれども、まあ、いつも自分が集めている LD ではなくてですね、こちらにある通りVHD という規格のディスクになります。まあ、VHD というのはですね、主に1980年代に、LD と、VHD と、まあ、こう2つのビデオディスクの規格があったんですけれども、この規格争いに負けてしまって、まあ、消えていったビデオディスクの規格なんですけれども、こちらが一応、まあ、LD の、これスターウォーズの帝国の逆襲の LD なんですけれど、こちらが LD で、こちらが VHD になります。まあ、LD に比べるとちょっと小さい感じなんですけど、ちょっと縦長ですよね。これ中がどうなってるのかと言いますと、このように、白いケースに入っています。これ、まあ、中身はちょっと見えないんですけど、まあ、この中にこう鍵盤のディスクが入ってまして、サイド1と、まあ、この裏側のこうサイド2で、両面で、まあ、およそ1時間くらい収録されているディスクになります。で、 LD にはですね、まあ、こう両面を自動で再生するようなプレイヤーあったんですけれども、 VHD はあくまで手動で両面再生するようになります。で、まあ、プレイヤーにこうまずこうカセットをガチャって入れてセットするんですけど、セットするとこう中からディスクがこの本体の中にこう引き込まれて、でサイド1が再生されて、サイド1が終わったらばまたこのケースをガチャッとはめて、こう1回ディスクを取り出して、でケースを逆に向けてもう1回こう挿入してディスクを入れて再生するっていう感じですね。で、まあ、今回購入したこちらの VHD プレイヤーなんですけど、価格がこちら、はい、100円ですね。でしかもこの店消費税取られないので、このまま100円でした。で、まあ、店内全品、まあ、ジャンク品扱いなんで、まあ、当然返品は不可で、まあ一応リモコンも本来ついてるんでしょうけど、リモコンはついていませんでした。で、動作するかどうかもわからないんで、まあ、これからちょっと動作確認ちょっとしてみたいと思います。はい、一応つなぎましたけど、まあ、この電源のスイッチのところが、まあ、大抵の機種はプラグ挿すと赤く光ったりするんですけど、これはちょっと光らない感じですね。じゃあとりあえず電源入れてみましょう。はい、というわけで何かが凄まじいうなり声を上げている感じのような音がしてるんですけれども、まあ、おそらくはまともに動かない、まあ、当然だと思いますけれども、まあ、何かしら中でちょっと異常が起きているのは明らかだと思います。なのでこれからちょっと天板の方開けて、分解してちょっと中見てみたいと思います。
この機械、ネジが何本かついてますけど、まず、本体の後ろの方に、ネジが4本ありますので、それを外します。はい、ネジ4本外せましたので、天板外します。はい、というわけで天板外せました。パッと見て目に入ってくるのは、まあ、このディスクが乗っかるテーブルなんですけど、まあ、ここに何かシート的なものが本来乗っかってんじゃないのかなっては思うんですけど、まあ、これはこういう状態なのかなとも思います。で、まあ、レーザーディスクと VHD の、まあ、再生方式で大きく違うのは、まあ、LED はこうディスクの下からこうレーザーを当てて、読み取ってるんですけど、VHD は、まあ、レコードみたいに、針がついてまして、針で直接ディスクに接触して読み込んでるんですけど、ここが一応そのスタイラスが乗っかってる場所なんですよね。で、電源入れて初期状態であのうーんっていう鳴り声が出てるのが、ここの奥にちょっと白いローラー見えるかなと思うんですけど、このギアの奥の方ですね、ここに、ちょっと黄ばんだローラーと、そっちの奥にちょっと白いローラーがあるんですけど、ここにこうゴムが本来かかってるんじゃないかなと思うんですね。ちょっとピントが合わないんですけど、はい、ここの奥の白いローラーと、このちょっと黄ばんでるローラーに本来ゴムがかかってるんでしょうけど、それがちょっと切れたかでなくなっちゃってるんで、多分これが回ってうなり声を上げてるんだと思います。で、このままだとその、ローラーのところに手が届かないので、このフロントカバー、フロントフェースですね、これもちょっと外したいと思います。はい、ネジ外せましたんで、フロントフェースちょっと外してみたいと思います。フロントフェース外せました。フロントフェース外せたんですけれども、ここにちょっといろいろ基板がついてて、さっきのローラーにちょっとアクセスできないので、この基板も外します。はい、ここのネジ外せました。で、この基板をできれば完全にこう手前に傾けたいんですけれど、まあ、ケーブルがちょっと張っていて、でこれケーブルが取り外せるコネクタじゃなくて、もう完全に基板についちゃってるので、まあ仕方ないんで、ちょっとこう手前に傾けつつの作業になるかなと思います。はい、でこの基板の奥に、はい、このローラー2個見えるかと思うんですけれど、ここに本来ゴムがかかってるんでしょうね。で、ちぎれちゃったゴムが、まあ、ちょっと影になって見づらいですけど、このローラーの下の方に、こうちぎれて落っこっちゃってます。なので、まずはこの切れちゃったゴムを取り除いて、でこのローラー2つ、ちょっとゴムがついちゃってるので、それを清掃して、で新しいゴムかけたいと思います。こちら、こうベトベトに溶けちゃったゴムが入ってました。こちら取り除いたので、ちょっと新しいゴムかける前にローラーの方を洗浄していきたいと思います。はい、こんな感じでですね、ローラーについてる汚れは一応だいたい落とせましたんで、新しいゴムの方をかけたいと思います。はい、で元のゴムが破損しちゃって、ちょっと失われちゃってるので、どれくらい大きいゴムをこうかけたらいいかちょっと分かんないんで、ただ若干太めのゴムなんですよね。まあ多分それなりにこう張力がかかるところのゴムなんでしょうけど、まああんまり細いゴムではちょっと心もとないんで、ちょっと太めで小さいゴムをちょっとかけてテストしてみたいと思います。
はい、というわけで、ちょっと合うサイズがないんで、ちょっと大きいゴムを束ねる感じにして、こういう感じで、ローラーにゴムをかけてみました。これでちょっと動作確認してみたいと思います。はい、ではコンセント挿しましたんで、こちらの電源スイッチ入れてみたいと思います。スイッチオン。はい、今こちら正面の扉開きましたね。これで多分大丈夫なんじゃないかなとは思います。ただそのこちらのスタイラスの状態次第ではちょっと見れないかもなんで、まあこれからちょっと再生テストしてみましょう。ディスク挿入してみたいと思います。どうやらこれはですね、多分奥まで押し込まないと再生されないのかなという感じがしますけど、ちょっとどうでしょうか。はい、ディスク回り始めました。お、再生されましたね。はい、おっと、おっと、ちょっと再生は不良なんですかね。はい、というわけでこのように再生はできています。まあ最初のロゴのところでちょっとまあ映像が飛んだりしてはいましたけど、まあそれは多分ディスク上にこうホコリが乗っちゃってるようなところにこう針が一緒にこう来ちゃうと、まあ映像が飛んじゃう、まあそれはレコードと一緒だと思うんですけども、まあそういう再生の、まあ、メカニズムの特性上そういう映像の飛びっていうのはやっぱり起こるみたいなんですよね。でもまあ100円で買ったというものに関して言えば、まあそこそここういい状態なんじゃないかなと思います。というわけで、こちら東芝のビデオディスクプレイヤー VDD881 なんですけれども、まあ100円で買った割には非常にこう程度のいいもので驚いちゃったんですけれども、まあ切れてたベルトを修正しただけで、このように再生できるようになりました。まあ、せっかく程度のいいものを手に入ったので、まあちょっと汚れてる外見ちょっと綺麗にして、まあ極力綺麗な新品に近づけて、今後も胴体保存していきたいと思います。というわけで最後までどうもご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。よろしければ関連動画から他の動画も見ていってください。今年も創作欲チャンネルをよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。